Hello， 大家好，我是镜子。今天呢，我们要继续玩《最凶的杀人的乌拉德》。那我们上次已经玩完第四章了，所以现在我们是要玩第五章。上次我记得我们好像是已经把泻药给那个他剑男了，对不对？所以我们可能不知道哎，我不知道事情会怎么去，会怎么走哎。これまでのあらすじ。サトルは犯人が自分だと疑われないように偽装工作を始めた。まずは死因が注射器で毒を注入されたものだとバレないように。遺体を刺殺に見せかけようと決め、そのために出血パックを手に入れた。次は犯行に使われた刃物が武器のナイフだと疑われるように、武器庫のにいる警備の二人が一人になる状況を作り出そうとしたのだ。そしてサトルはキッチンでコーヒーを作り、手に入れた下剤を一つのコーヒーに入れ、才对。武器庫にいた竹雄に下剤を飲ませることに成功した。私は竹雄さんと拓也さんにコーヒーを渡した後、武器庫の近くの廊下に身を潜めた。随便な、おじいちゃんね。すると、ガチャ、いてててて、なんか急に腹が。たすると竹雄さんは廊下の奥へと走っていた。きっと竹雄さんはトイレに行ったんだろう。よし、これで武器庫の警備が拓也さんだけの状況にが作られたぞ。これで美穂さんの死因が刺殺だと疑われた隙にナイフが置かれていたでいる武器の警備していた拓也さんが犯人として疑われるだろう。いや待てよ、これだけじゃ不十分なんじゃないか。だってこのトリックは武器庫以外に自由に使える刃物があると成立しない。哦，现在我们就是要去处理那个菜刀了，大家还记得吧？在第一章的时候的菜刀其实是被使用过的，然后美校说是他因为肚子饿，然后去厨房，然后美校做了一点东西给他吃，然后说会晚点会洗，结果没想到没洗这样。なぜなら武器庫以外に刃物が置かれていれば、拓也さん以外も美穂さんを殺せる。その状況だったことになる。すると、拓也さん一人に罪をなすりつけることはできないんじゃないか。くそ、しまったな。武器庫以外の刃物は犯行に関係していないように偽装しないと。今のところ、心当たりがあるのは、キッチンの包丁だけだ。よし。急いでキッチンに行こう。そして私がその場を後に しようとしたその時だった。サトルさん、そんなところで何してるのだ。え、後ろを振り返るとそこにいる一人の青年が立っていた。彼の名前は新村剛。ほとんど女性が知らないが、彼の発言からもかなり頭脳派であることはわかる。狼である私にとって一番警戒してしなければいけない男だ。サトルさん、黙ってないで早く答えてくれ。あなたはこんな廊下の真ん中で何してるんだ。それはどうやら武器庫の方を見ていたようだったが、何かあったかのか。どうしよう。何か、上手、いい言い訳を。ん？なんか怪しいな。
もしかして何か企んでいたのか。まずい。何か。哎呦，你不要一直在说这个字哦，我不会念哦。就是意わけは言わないのか。そうだ。さっき私が武器庫を見ていたのは、怪しい人物が武器庫に来ないか見張っていたんだよ。見張り？そう。だって武器庫だろ。凶器もたくさん置いてあるし、一番危険な場所じゃないか。きっと狼が現れるんじゃないかと思ってね。ふん。だが、あなたは武器具の見張りは任せれたんでないだろ。それはそうだが、こんな状況だし、そう簡単に人を信用できるはずがない。だから自分でも見張ろうと思ったんだ。君も多分同じ考えだろ。ふん。そう言うと、彼はじっと私を見つめて黙った。苦し紛れたが、これで、なんとかごまかせれば。まあ、確かにな。理由はわかった。疑って悪かったな。そう言うと、新村公は歩いていた。はあ、危なかった。新村公。彼は本当に感の鋭いやつだな。そうだ。今はゆっくりしている場合じゃない。早く基地に行って、包丁が犯行とは関係ないと偽装しなくては。そうすれば、私がの考えたトリックはすべて完成する。よし、基地に行こう。うん。我们只有一个探索点所以我们的第五章很快就完成了哦。那我们对话看看吧。我们第四章我一定是先要去这边嘛。那我们先跟我们对话看看。三人で集めて何をしてるんだ。ねえ、誰が殺されると思う？そんな怖いこと言わんといてや。おいおい、そんないい子ちゃん発言ばっかりしたら殺されちゃうぞ。いい子ちゃん発言だなんて。そんなつもりないけど。我在说觉得突然想刚刚想到对耶，丽好像比美孝年长，对不对？我一直觉得丽比那个美孝年就是小，她比较小，因为丽看起来实在是太小了啦，看起来最多就16岁的感觉，说话是小学生也不为过啊，就真的太看起来太年轻了。こういうデスゲームじゃ、あんたみたいないい子キャラは後半に悲惨な死に方するのがセオリーなんだぜ。そうなの？いつちゃんは意外に物知りなんだね。意外には余計だろ。ごめん。誰が殺されるかの予想か。実はもうミホさんが殺されてるなんて想像もしていないだろうな。よし。トリックはうまく運ぶためにも早く基地に行かなくては。あれはゆきなりくんとこうくんが何か話をしているみたいだな。あくびとは随分と余裕だな。いや、これは。まあ、緊張感を持っていない人間はいた方が俺にとってもいい具合だ。狼に狙われるとしたら、お前みたいな奴らが だろうだしな。どうして警戒心の薄い人間は簡単に騙せるからな。殺すにも、そんなに難しいことじゃないだろう。そんな。まあ死にたくないならもっと注意深く行動することだな。うん。気をつけるよ。ゆきなりくんはいつもおどおど している気がする。案外ゆきなりくんは他の人より
警戒しなくてもいいのかもしれないな。你错了，他就是把你爆出来的那个人。やはり警戒すべきのは任務の効果。彼には注意しないと。って、そんなことより早く基地に行かなくては。这里也有两个人。どんどん言葉が容易でいてます。彼女は自分の世界に入り込んでいるみたいだな。そっとしておこう。ほっとしておこう。そっとしておこう。おさむさん？ああ、サトルさん。どうかしたんですか？いや、何をやっているのか気になってね。何してるんだい？彼女の、創造の様子を見の、ものしているんですよ。彼女？ここはこうして。そこには必死に何を書いている知恵さんがいた。さっき物置の前に通ったら、知恵さんが必死に何かを書いていてるのが見えたんです。私も創造が好きなので、彼女がどんなものを書いているのか気になって。だから、こうして後ろから彼女の作品を覗かせてもらっているんです。へえ、そうなんですね。私が恐れに立った時は、知恵さんはかなり警戒しているのに、おさむさんに対してはそこまで警戒してないんだな。どうして？って、今はそんなことをどうでもいいか。早くキッチンに行かなくて。今日は来找那个菜刀的。よし。この包丁を犯行に関係しないと偽装しなければ。一体どうすれば？ガチャ。あれ？また、サクルさんがおる。え？ミサキさん？私は、ミホさんを殺す前、睡眠薬入りのコーヒーを作っていたとき、ミサキさんはキッチンの、で、ズボを合わせていた。サトルさんはキッチンが好きやな。今度は何してるのか？そうだ。これはいいチャンスだ。ミサキさんを使って包丁が犯行に関係してないのと偽装できないのだろう。彼女の質問にうまく答えしろ。返事しろ。お腹が減りました。包丁を捨てようと思って気にしないでくれ。很明显な。只要玩过本編就知道是哪一个了。そうか。美咲さんに頼んで料理を作ってもらって、私がそのまま包丁を洗わずに放置すれば、この包丁は料理に使われていないため、犯行とは関係ないという証拠にが作られる。それに、料理が作った美咲さんが証人となってくれるはず。よし、これならいけるぞ。そのお腹が減ってしまってね。そうだったんですか。それで私も何か作ろうと思ったんだが、こんなこと言うのも恥ずかしいが、自分が料理できないのも忘れてて困っていたところなんだ。大家如果有看过男子会的话，应该会知道又好像是不会下厨的一种人，对不对？我记得我没有记错的话，好像有一张图，就是那个盘子，那个锅平底锅着火的那一张，好像就是又，对不对？そうなんですね。ただもうお腹が減って死にそうだ。じゃあ、うちが作りしましょうか。よし。いいのかい？そんなに大したものを作れんけど、少しくらいなら料理できるので。ありがとう。助かるよ。なんとかうまくいったぞ。そして、美咲さんは、テキバキと料理を始めた。
结束了，我们的第五章很快的就结束了。那一样啦，今天也是玩到这里就好。那喜欢我的影片的话，可以在底下按赞、留言、分享给你的朋友知道，或者是在订，或者是订阅我哦。然后想要我玩或者是翻译什么影片的话呢，可以到 Facebook 搜寻我的粉专“禁止的创作小屋”去私信我哦。那谢谢大家看到这里，拜拜。